ラフィー、うちに帰ったらリンゴブー作ってあげよっか。リンゴブーって何？すりおろしたリンゴのことよ。小さい頃風邪をひくとセリカお姉ちゃんが作ってくれたの。甘酸っぱくて果肉がシャリシャリのトロトロで、それを食べるとすぐに風邪が治っちゃった。リンゴが体にいいのは本当だけど、どうしてリンゴブーなの？赤ちゃんの私がリンゴを食べたがってブーブー言ってたからだって。それでリンゴブーか。でもリンゴを見てブーブー言うなんて、お姉ちゃんは変な赤ちゃんだったんだね。あんたも赤ちゃんの時言ってたのよ。それを見てセリカお姉ちゃんと私は大笑いしたんだから。うここからの景色は変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は、はっ！コーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコーマが一人で逃げるなんて嫌だ。嫌でもやるの。感情で動いてたらコアンタまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。兄さんの言った通りけど、だからって。やめろ、僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。
私は。前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。日の夜、なんで全部夢？なんかじゃない！あの子はどこ？一体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。諦めるな、諦めるな。ベルベット、よかった、兄さんが守ってくれたんだね。これも立つべき感情か。お姉ちゃん逃げて。兄さん、かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、旧姓の力が復活する。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの？話しなさい。それは世界への捧げ物だ。
なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ！やはりお前は感情に従うのだな。手でゴーマを食らうゴーム。フーマか。アーサをよく見る。村にゴーマ病が広がったのだ。だが、案ずるな。この痛みは私が大麻師アルトリウス・コールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス！
けよ。こうして私の世界は終わった。あれから3年、落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を生きるために、生きてあの男、弟の仇を殺すために。あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。我が日はシャッカ！フォトンブレイク！はっ！はぶたえ！はっ！行くわよ！価値がなければ殺します。お覚悟！はっ！そこよ呪い！セイヤー！我が日はシャッカ！そこよ呪い！セイヤー！はっ！そこよ呪い！セイヤー！参ります！そこよ呪い！セイヤー！そこよ呪い！セイヤー！やっ！やっ！そこよ。なぜ全力を出さない？合格ですね、それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません、うん、まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄。
いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す。それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。